お疲れ様です、マフィーです。今回はオセロニアが上手くなる方法について解説していきます。漠然としたタイトルで申し訳ないんですけど、実際ね、このオセロニアが上手くなる方法ってたくさんあるんですよ。テクニックがたくさんあります。ダメージ計算もそうですし、相手の手駒読んだりとか、あと定石覚えたりとか、いろんなテクニックがあるんですよ。その中でもね、結構その引きによっては勝てるし、引きによっては負けるみたいな感じで運要素が絡んでくるっていうゲームなんですけども、ざっくりね、とりあえずこれを覚えておけば、上手くなれるよっていうのを今回は解説していきます。でその他のテクニックについては、この動画が好評だったら続きを出します。ダメージ計算とかは過去に動画に出したりしてるんですけど、上手くなれる方法って本当にいろいろあるんですよ。あんまりなんか自分がね、こうやって上手くなれる方法とか解説するのもおこがましい話ではあるんですが、ちょっと改めて解説しようかなということで、ぜひね、高評価チャンネル登録いただければと思います。本当参考になったっていう場合で OK なので、ということで、始めていきます。まずオセロニアが上手くなる方法って言っても本当にいろんな手段があるんですけど、とりあえずこれを覚えておけばいいよっていうのはあるんですよ。それがですね、勝ち筋と負け筋ですね。はい、このゲームはね、対人ゲームということで、勝てば勝ちです、負ければ負けです。当たり前なんですけど、その勝つ方法と負けない方法っていうのを考えていくのが大事なんですね。はい、それが勝ち筋と負け筋なんですけど、ざっくり言うとですね、いろんなデッキあるじゃないですか。デッキ構築からも結構そのプレイングが取られるとかね、デッキ構築力みたいなところもあるんですけど、デッキを構築しました。で対戦します。でいろんな対面と当たります。でこういう状況、いろんな状況に陥ります。でそういう時にどうすれば勝てるか、どうしたら負けないかっていうのを考えるのが大事なんですね。でその考える力を鍛えるにはどうすればいいかっていうと、とにかくやり込むことですね。やり込めば上手くなります。基本的にこのゲームね、本当やり込めばやり込むほど定石とかも理解が深まったり、駒の理解が深まったりしてね、上手くなれるんですけど、その中でもその勝ち筋負け筋ってどのようにしてね、もう鍛えていくかっていうのは、やり込むことと、もう一つあって、そうですね、いろいろあるんですけど、とりあえずね、ダメージ計算覚えたりとか、そこにね帰着するんですけど、勝ち筋については何ターンで飛ばせるか、これをねまず考えるといいと思います。はい、その何ターンで飛ばせるかっていうのは、このゲーム基本的に相手の HP を全部減らして勝つじゃないですか。回復耐久とかだとまた別なんですけど、耐えてね HP で勝つとかあるんですけど、その何ターンで飛ばせるかっていうのを考えるのが大事かなと思いますね。はい、そこでダメージ計算がね加わったりとかするかもしれないんですけど、だから殴れる時に殴るとか、そういうのを考える方がいいですね。はい、殴れる時に殴るとか、こういう場面ではこいつでちょっと芋ったところで次のターンで飛ばせなくて負けるとかいう風にね考えていくのが大事なんですよね。いろんな盤面あると思うんですよ。例えば相手の HP 残り8000あったとします。でそこからこっちがノールメヒトとか使ってて、で手駒には、トールとルキアがあるとします。でこっちの HP が残り5000とかだとしましょう。そうすると、ルキア打ってからのトールで、盤面的にね、コンボとかコンボがないと考えます、盤面にね、自分の。そしたらルキア打ってからトールだと飛ばないじゃないですか。なんでこういう時にトールを打つみたいな感じですね。はい、ルキア打ってここで耐えても次のターンでトールで止まないから、トール打ってから次の引きでかけていくみたいな。2ターンで飛ばすとかっていうのはそういうことなんですよ。状況、今ただな、言葉で言っただけなんですけど、そういうことなんですよ。はい、でその何手で飛ばすかっていうのを考えるにあたって、自分の手駒だけでなく、自分のデッキの残りに何の駒が入ってるか、これ考えるのめちゃめちゃ大事なんですよ。はい、だから自分あの駒切ったから、あと何手で飛ばすにはトップであいつを引かないといけなくてみたいな感じで、自分のその対戦中に使った駒を除外して残りに何が入ってるか、これを頭に入れておくとね、結構やりやすいのかなと思います。エンデが切っちゃったしな、トールとバイセか、でも春でも次飛ばせそうだな、トール打ってから春、もしくはヴィーナス行けばいけるかなみたいな感じで考えるのがいいと思います。はい、だから勝ち筋についてはあと何ターンで飛ばせるかっていうのを考える方向性でいいと思います。で負け筋についてなんですけど、これは本当経験則ですね。どっちかっていうと負け筋の方が考えるのは難しいんですよ。結構相手のデッキって確定しないわけじゃないですか。相手のデッキって、その全貌っていうのは自分知らないわけじゃないですか、基本的には。なんでそこは経験則で、どういうデッキが流行ってて、こういうデッキにはこういう駒がよく入ってるよねっていう風に経験則で考えるのがいいんですけど、ただその経験則でも補える部分はあるにしても、どうやって鍛えるかっていうと、やはりね、そのあと何手耐えれるか、これに、かかってますかね。勝ち筋はあと何手で飛ばせるか、で負け筋はあと何手で耐えられるか、もしくは、あと何手で、飛ばせないと負けるか、これだと思いますね。はい、でちょっと分かりやすい動画をね流したいと思います。一旦そちらをご覧ください。一戦流します、どうぞ。
私の自信は揺るがない。焦らない焦らない。必殺なんだっけ。やるときはやるかもね。心配しないでも平気よ。ちょっと強い魔法を使うだけだから。聞こえるか、力の方向が。虫たちに餌を与えないとな。時を変える恐ろしさ。死ぬつもりでかかってもらおう。味わってもらおう。まとめて食い尽くせ。はい、ご視聴ありがとうございました。それでは解説していきます。この試合はこの間の YouTube 配信のアーカイブから一部抜粋したものなんですが、ここがですね、すごく勝ち筋と負け筋について深く考えられるワンシーンとなっているんですよ。ここ C2 に打つんですけど、オーラ2枚引いてるということで、カートウッドかこのベルゼブブのどちらかを打つっていうシーンですね。で、ここカートウッドじゃなくてあえてベルゼブブを打つんですよ。これがいいんですよ。なんでかっていうとですね、はい、これカートウッドから打つと一見負け筋が消えるように見えます。はい、負け筋実際このターンでは負けないですね。はい、3枚返し飛ばされないんでね。一応ね、このバハムートの3枚返しがあるというところで、カートウッド打てば確実に耐えられます。ただこれ耐えた後にベルゼブブで飛ばせないんですよ。というのもここに B4 に打たれてしまうと、ユエハのコンボスキルとガズールのコンボが開く状況なんですけど、実はここベルゼブブで飛ばせないんですね。なんでここでカートウッドを打つということは勝ち筋をなくす一手なんですよ。はい、まあ、なくすというか、一応 M プーサーを引けばここを耐えられる、もう一旦耐えられるっていうことにはなるんですけど、勝ち筋がね薄くなってしまうんですね。はい、なのでここがベルゼブブから打つんですよね。でこのベルゼブブから打つと、一応さっき3枚返しのエンデガーがねこっちに飛んできたというところなんですけど、ここも耐えれるのを分かった上でのベルゼブブですね。まあ、一応でもここでも負け筋が1個あって、まあ1個でもないかな、ランドタイランと引かれたりとか、あと多分ジェンイだと飛ぶとかありますね。ただジェンイだと、あのここの D6 の段階でバハムート打ってきてるんですよ。でジェンイ持ってると、僕の観点から見るとここにジェンイ打ちます、僕だったら、うん、なんでジェンイはこのタイミングでは引いてないっていうところですね。まあ、それか相手のデッキにも入ってるかどうかも怪しいみたいなところがあるので、竜のアタッカーの中でバハムート切ってきたって考えると、まあ、一応ランドタイラント以外は負け筋っていうのが低いです。でここでベルゼブブを打つと、勝ち筋の広がり方がどれぐらいのものかというと、ここでカートウッドを打つと M プーサしか勝ち筋が残らないというようなところになってくるんですけども、ここでベルゼブブを打つとですね、アタッカーを引けば勝てるっていう状況になるんですね。でベルゼブブを打って、例えばさっき3枚エンデが来たんですけど、ここに濁してきたとします。はい、まあ、一応ここ以外だとこうなったりこうなったりって感じなんですけど、相手からすると火ダメを一番抑えられるのはこの B4 になってくるんですけども、この B4 に打ってくるとですね、一応このデッキの駒がまだ引いてないのが、魔の守護者、クリスマスピリキナータ、マスティマニ、ミサト、それからアディ、ザガム、それからスズカ
エムプサっていう感じで8枚ぐらい引いてないんですけど、これ罠ゴマ以外だとおそらく勝ちかな。あと守護者以外っていうところで、アタッカー1枚引くと、多分アディでもここで、相手の HP がいくつだっけ、ちょっと相手の、でも8000とか出るんで、うん、アディでも飛ぶね、アディでも飛ばせる。で、鈴鹿引くと、もちろん飛ばせる。で、マスティマでもガズールコンボで飛ばせる。うん。っていう感じで、あと M プーサだと一旦耐えられる。っていうところなので、ここにカートウッドを打つよりも、ここにベルゼブブを打った方が、勝ち筋が広がってますね。はい。で、ちなみに、こっちに打ってきたとして、まだそれでもね、わらごま、このクリスマスピリキナータとかミサトがある状況なんですね。でここにか、ベルゼブ打ってこっち打ったとして、ここでこっちの HP が、まあ、割りかし残ってたと考えると、まあ、削られたら厳しいんですけど、わらごまでもこの3万エンデガに対しての物理ダメージ返しっていう勝ち筋が若干残る、あ、いやこっちか、こっちの方がいいのかっていうところで、物理返しで勝てるって勝ち筋もちょっとだけ残ってます。なんで守護者以外だと結構勝てるんじゃないかっていうサイクルになってるんですよ。はい、これがね、勝ち筋負け筋についてのサイクルの考え方なんですよ。駒箱にあと何が残ってるか。だからここのベルゼブブはトップのアタッカーにかけたように見えて、実はカートウッドを打つことこそが M プーサにかける一手になってるんですね。はい、なんでここでベルゼブブ打ってトップでアタッカー引いたから勝っただけじゃんって、片付けてしまうのは全然違くて、むしろここでカートウッドを打つことこそが M プーサを引くことにかけてしまうっていう行動になってるんですよ。なので、まあ、パッと見ね、このベルゼブブじゃなくてカートウッド打ってバハムートのコンボスキル確実に耐えて次のターン考えたいっていうワンシーンなんですけど、ここで耐えても結局次に M プーサを引かないといけないなら勝てる確率が非常に低いんですね。なのであえてベルゼブブから入って次のアタッカーを引くことにかける、もしくは M プーサを引くことにかける。こちらとベルゼブブ打ってから M プーサっていう勝ち筋、そのカートウッド打ってからの勝ち筋の M プーサプラスアルファでアタッカー引くっていう可能性が生まれます。まあ、一応ただね、ベルゼブブ打っちゃうとトップランター引かれたら負けるっていうところがあるので、ベルゼブブが完全なる一番の最善かと言われると怪しいところではあるんですけど、ただ相手がランドタイランド引く確率も、まあ、8分の1というか、あのこっちがね、まだ出来に駒が8枚残ってるって考えるとそれぐらいのもんなんですよ。いや、むしろこれ相手高校だから9枚あるのかな。まあ、ちょっとごめんなさい、適当なんですけど、その辺はだからランタ引かれる可能性って相当低いんですよ。まあ、それもしくはなんか他の竜のアタッカーとか引かれるとかね、そういうのはあるかもしれないんですけど、その US アタッカーとかあるかもしれないんですけど、まあ、それね結構低いです、うん、むしろカードウッドでからM プーサを引くっていう可能性の方が低いです。なのでここはベルゼブブから打ってアタッカーを引いて勝つ、ここの一手で相当ね変わります。これが勝ち筋負け筋についての考え方です。まあ、まとめるとそうですね、まあ、要は最善を目指していくにあたって自分の駒箱に何が残っているか、でここでカードウッド打った後で次のターン飛ばせるか飛ばせないかっていうリーサル計算っていうのがあると思うんですね。それがこの考え方なんですよ。ちょっとまあなんだろうな、上級者向けすぎるかもしれないんですけど、こういうねこの細かい一手一手ってすごい大事になってくるんですよ、終盤の。なんでこれを覚えておくと結構ね勝てる確率上がると思います。はい、まあさっき前半の方でも言った通りね、自分の駒箱に何が残ってるかの把握であったりとか、これがサイクル読みっていうんですけど、とかあとはその勝ち筋負け筋について、勝ち筋についてはあと何手で飛ばせるか、負け筋についてはあと何手耐えられるかみたいな考え方として、覚えておくといいと思いますね。なんでカートウッドから打っても次のターン M プーサ引かないともう一旦耐えられないよっていう状況で、こういうね、実はここはベルゼブブがいい手なんだよっていう、まあ、ちょっと面白いね、はい、パッと見カートウッドに見えるけどベルゼブブがいいっていうところで、勝ち筋負け筋についての考え方としてはいいシーンなんじゃないかなと思ったので共有させていただきました。どうだったでしょうか。もしね、この動画が参考になったという方いらっしゃいましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。でその他にもなんか手駒の読み方であったりとか、あとはまあそうですね、相手の手駒の読み方であったりとか、そのダメージ計算のやり方とかも深掘りした動画も、まあ、今後出してもいいかなと。まあでもダメージ計算は一回動画にしてるんですけど、まあ、よければね、なんかこういう解説してくださいとか、要望ありましたらぜひコメントください。で本当によかったら高評価チャンネル登録いただけると嬉しいです。こういう動画もね、今後は出していこうかなと思いたいので、まあただあんまり好評じゃなかったら出さないようにします。あんまり解説とかってしたことがないんですけど、参考になった方いらっしゃいましたらぜひよろしくお願いします。ということで今日はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。